プロ野球横浜ベイスターズ、日本ハムでプレーした野球解説者の高木隆66が2024年11月17日までに YouTube を更新し、クライマックスシリーズ制度に関して試験を述べた。動画では、日本ハム、ヤクルトで監督を務めた高田茂氏79が、11月7日に CS 制度の見直しを提言したことに言及した。高田氏は CS ファイナルステージにおいて、リーグ優勝したチームと、CS を勝ち上がったチームが5ゲーム差以上ある場合、優勝チームに2勝のアドバンテージを出すべき、と提言したという。高木氏は、高田氏の、2勝アドバンテージ、に否定的で、それよりもっと日程を詰めた方がいい、との意見を出した。優勝したチームが、フェニックスリーグに行って2軍の試合に出て調整してましたとか、そんなに間隔を空けてどうするんだという感じがする。クライマックスのファーストステージが終わったら、もう翌日にはファイナルステージに入ります、みたいな日程をつけておけば、2勝のアドバンテージなんかいらない。2勝だったら CS を、やる意味がない。5つ負けたら大手だよ。それだったら、やる意味がない。全くそう思う。それだったら、やめた方がいい？そこまでするなら CS やる必要なくね？年俸上げていくには効力やっつかない。だから高木豊はそんなことをするならいらないって言ってるんでしょ。現行のシステムで何の問題もない。この移動日なしが一番いいと思う。下のチームはかなりローテ厳しくなるし、巨人が不甲斐なさすぎただけだった。前売りチケットのことも考えろよ。これだとファイナルの日程が確定しないから売り出せないだろ。巨人が負けたからルール変更求むって時点でおかしいんだよ。興行のための CS なのに試合数減らしたら意味ないのは確か。勝ち星じゃなく点数でアドバンテージしろと。5ゲーム差ごとに1試合1点与えるような。巨人以外9割優勝チームが突破してるんだから巨人がサボってるだけだろ。日本シリーズ9連敗中の弱いチームが敗退し、強いチームがきっちり日本一になったのになぜ文句言うんだ？日本シリーズ勝てるチームを選出するための CS だろ。昔のパリーグみたいに全飛行機制にすれば。その通り、やる意味ないからやめよう。